ちょっと、先週から体調悪くてですね。喉の調子があんま良くなくて、あんまりまだ治ってなくてですね。ちょっと今日は薪でお願いします。薪というか、短めで。いつもだいたい、先週もそうだったんだけど、1時間ちょっとぐらい、20分か30分ぐらい話すんですけど、まあ、ちょっと今日は、できれば1時間以内で、すいませんが、お願いします。了解です。まあ最近ちょっとめちゃくちゃ暑かったですしね。そう。夏バテなんで、お願いします。ちょっとじゃあ、自己紹介してもらっていいですか？はい、わかりました。これってでもなんかあれですよね。多分、アカウント名は、事前に共有してるアカウント名で行くけど、あくまで本名で行くスタイルなんですね、きっああ、そうだ、確かに。どうと。する？別に僕は全然あ、構大わ丈ないん夫？で、本名は多伊分藤自伊藤然です。に伊藤くんって言っちゃうんで。そうですよね。なんか結構、他の人とかを見ていても、なんかこう、ナチュラルに、アカウント名は出すけど、本名みたいな。確かにそうだ僕ね。はあくまで吉中さんでいいんですよね、きっあ、と。僕はもう何でも大丈夫です。じで、ゃあ、すいません。ちょっと自己紹介お願しいてしまます。す。はい。伊藤と申します。で、そうですね。どういうことを話せばいいのかちょっとわからないですけれど、まあ、一応、まあ、吉中さんと同じ会社に勤めていて、それはもう聞いてる人大体その辺の人ばっかりですよね、きっと。で、新卒入社4年目ぐらいの感じで、まあ、だいぶこなれてきたぐらいの感じのあれで、普段の業務とかだと、まあ以前、あれって第1回、第2回忘れましたけど、割と最初の方とか、つい最近も出演されていた樋口さんと、まあ同じチームになるので、結構業務的には被っているんですが、まあ改めて話しておくと、まあ割と、まあ、クラウド上の、まあ、仮想化基盤の中でも割とネットワーク関連の部分とかについて、まあ中心的に見ているような形になります。で、もうちょっと個人的には割と、まあ、そうですね。個人的にはもうちょっと技術領域だと、結構ネットワークとか、低レイヤー系の話とかを割と興味があるんですけど、あんまり、すいません。ちょっと今、マイク位置の セッティングです。まあ、その辺もうちょっとやっていきたいんですけど、あんまりちょっとできてないなっていう反省ですね。みたいな感じで、そうですね。ありがとうございまもうちょっとす。話した方がいいことがあれば聞いていただいた方があ、いいいかもしれないです。あんまえいえいえ。不慣れなんでちょあ、じゃあそこは、僕も伊藤くんのことを正直ほとんど分かってなくて、話の中でちょっそうですと、ね。はい。プライベートな突っ込んだ話もはいはい。していけたらなと思いますんで、そうですね。インフラの人、さっきあったインフラの人にも何人か出てもらってるんだけど、インフラの人が出るときは、ちゃんと自己紹介してもらうっていなるほど。う、掟がありますね。そうなんですしてね。もらいました。他の人はしてないです。そんな伊藤くんですが、どうですか？全く仕事じゃ絡まないんで、そうですよね。仕事の話はよくわからないんですが、最近は忙しいですか？最近はそうですね。まあ、どうなんですかね。なんかだんだんどこを基準に忙しいというのかはちょっとわかんなくなってきたんですけど。いや、例えばさ、1年前と比べて忙しくなりましたよとか。まあ個人的なそんな波でいけば今ちょっとそんなに忙しくないような気はするんですけど。まあね、忙しいの感覚って人それぞれだからね。そうですね。なんか、どっちかというと、最近こう、ちゃんと忙しいの線というか、ラインというか、基準値を、もうちょっとこう、低めとかないといけないのかなっていう気持ちになっているフェーズぐらいですね。感覚がおかしくなってる。いや、一時期はちょっとおかしくなりつつあったような気がしていて、よくないですね。なんか残業当たり前みたいになっちゃうのはちょっとよくないそうかだなっていね。うのは。残業はでも多少はしてる？まあ今でも割とそこそこはしてるような気あ、がしそうまなんすだ。けどね。残業なしで帰ることはあまりないじあ、ゃな本いん当。で。そうですか。まあですね。なんか、とはいえ、残業が必ずしも悪だとは思っていない部分もちょっとあって。
まあ、やっぱなんか乗ってる時はガーってやりたいみたいなのあったりもしますし。そうだね。もうちょっとだからどっちかというとこう、やらない時はもう、フレックス代謝とかああいう制度をガンガン使ってでもなんか、乗らない時は全然働かないぐらいの方でもいいのかなってちょっと思ったりはするんですけど。まあ、そこまで過激なことはまだしてないです。うん。いやでも、確かに集中している時とかはさ、ずっと仕事してた方が、そうなんですね。コーディングずっとしてる方が絶対いいからさ、なんかその辺のさ、融通あんま効かないよね。そうです。まあ、融通本当に効かないかどうかっていうと、まあ、制度の許す範囲ではある程度、まだもうちょっと攻められる余地があるような気も若干するんですけど、うん、とはいえ、なかなか、そんなに、うん、あんまり、ちょっとフロンティアで、なれないですね。自分の場合は、もうほとんど残業今してなくて、もし集中したい時だったら、はい、もうなんか時間に関係なく、やっちゃうね。うん、ああ、うん、もう、突然パッと。うん。その、子供がいるからさ、どうしてもさ、うん、あの、夜にならないとさ、仕事できないケースもあって、はい、寝てからとかやるから、はい、その後はちょっともう、その残業時間とかじゃなくて、もうなんか普通にフリーにやってる感じだから、ね、まあ、うん、まあ、それがいいのか悪いのかっていう話もあるけど、うん、まあそれぐらいなんか、うん、自由にできるともっといいんだけどね。そうですね。僕なんかはまあ、まあすごい個人的な話になっちゃいますけど、まあ朝非常に弱いので、うん、なんか、朝何時出社みたいなのはちょっと辛い。別に働きたくないというか別にそんなめっちゃ積極的に働きたいわけでもないですけど、まあそんな働く気がないわけではなく、別に単純に時間がおかしいだけで、人並みぐらいの時間は働く気はちゃんとあるんですけど、ただ朝何時からっていうのは結構しんどいなっていうのがあるんで。わかります。うん、なかなか。融通聞いてほしいなっていうのは確かにそういう意味ではありますね。いや、普通にね、その言った通り朝弱い人っているし、その朝の通勤ラッシュに紛れてさ、はい、会社に来るメリットって多分ないんだよね。特にうちらの業種はね。はい、まあもちろんね、1分1秒争う事態が起きることもあるけど、うん、まあそれでもね、別に会社に来なきゃいけないことって多分ほとんどなくて、うん、それこそ朝、ねえ、あんな辛い思いして来る必要性がないから、午前中別に来なくても、僕はいいんじゃないかなと思いますけどね。そうですね。うん、まあ、どうしても会社に来た方が、まあ良いというケースもあるとは思うんですけど、そっちの方がまあ例外的な感じはするので、うん、そっちの方を特別扱いというか、出社しなきゃいけない日の方が特別みたいな方が、うん、まあ、ありがたいのは間違いないですけど。うん、いや、その辺の話は、なんだろう、オブラートに包みながら、毎回話している気はするんだけど、まあ、難しい点もね、あるかなって話もしてて、そうですね、なんだろう、やろうと思えば多分ね、できるんだよ、みんな。でも、うん、やっぱり文化的風習とかね、そっちのが強いから、それを変える方が多分結局大変で。あと意外となんかこう、就業規則みたいな、うん、なんか、ある種の契約内容に近いような部分にこう踏み込む形になっちゃうので、まあ、割と我々というかこう従業員側が、従業員っていうんですか、雇用されてる側が有利になるような話だったとしても、とはいえなんかこう、その絵を変えるってなるとなんか、結構それを推進する人は割と頑張って推進しなきゃいけないみたいなところもあったりなかったりするのかな。いや、まあ一言で言うともうめんどくさいんだよ。めんどくさい。まあそういうことです。そう。だからやんないってだけなんで、うん、もったいないんだよね、正直ね。できるからね、絶対やった方がいいんだけど、いいことしかないと思うから、やった方がいいけどね。うん、はい。まあ、なんか、例えばさ、その、いわゆるリモートワークみたいな話に近いんだけどさ、はい、やっぱり、業種によってもさ、できるできないってあるかなと思ってて、うん、まあ、開発一辺倒の人とかは、もうもちろんできる、業種かなと思うんだけど、その運用してる人、サービス運用の人とかで、まあ、例えば障害が起きた時とかに、はい、フェイスとフェイスで話した方がやりやすいケースとか、うん、要するに物理的にさ、その、例えば、スラック上でやり取りするんじゃなくて、まあ、ホワイトボードとかにね、一緒に集まってガーって書いた方が、ね、なんだろう、10倍早くなるとか、うん、であれば、まあ、もちろん集まった方がいいんだけど、例えば、
1.2 倍とかにしかならないとか、はいはいはい、会うことで、その要するにその集まるための時間も必要なわけじゃないですか。そうですね。で、総合的に考えて、そんなに変わらないんだったら、別に運用の人もそんな集まる必要はないなっていう気もするんで、うん、うん、まあ業種にはある程度よるけど、うちに関して言えばみんなできるんじゃないかなっていう感じはするんだけどね。そうですね。うん、まあまあ、めんどくさいってことで、そうですね、うん、そんなに進んでないって感じかな、うちは。まあ、こんだけ言いながらも、じゃあ、お前がそういうやって旗振ってやったら、なるかもしれんぞって言われても、そうかなって、ぐらいに、ちょっと、ね。結局なんかね、そう、尻拭いする人が、言い出しっぺなんだよね。その文化も良くないよね。責任最後まで持ってやりなさいみたいなのが。いやいや。ちょっと、この辺にしときましょう。開幕早々なんかちょっと辛みみたいな話になりつつあります。あの、いいと思います。はい。そうっすね。じゃあ、せっかく書いてもらったんで、はい、ぜひこの辺の自作系の話を僕聞きたいんですけど。なるほど。どんな感じですかね。なんかそうですね。事前に共有したやつではなんかこう、まあ、自分の引き出し的な形でこう、まあ、自作 PC がどうのこうのとか書いたりとか、うん、あとこれは、それこそ、以前出演されていた樋口さんとかの、まあ、リクエストって言い方おかしいですけど、自作キーボードの話とかいいんじゃないですかとか言われてたんで、まあ、その辺がまあ自作うんぬんっていうの絡むのかなって気はしますが、うん、ちょっと自作 PC ってお借りいきますか。お願いします。とはいえ、そうですね。まあ自分は結構、まあ、まあ、そもそも自作 PC っていうのは説明はいらないとは思ってはいるんですけど、パーツを買ってきてなんか組み立てるってやつなんで、結構自作と言いつつ、はい、そんなに難しいもんじゃないんで、結構自作自作って言いながら、割と心苦しい気持ちを持ちながら自作とは言っているんですが、まあそれはなんか自分が大学に入ったぐらいからやっているので、なんかかれこれ10年近くなるのかなぐらい、こう、絡んでいて、で、まあそうですね、なんやかんやこの業界に入ったきっかけもその辺ではあるので、まあ、個人的には結構、まあなんていうんですかね、まあ人生の中でそれなりの割合を占めているファクターではあるんですが、で、ちょっと大げさなんですけど。で、どうですかね。吉中さんとかって結構自作でなんか。昔はやってましたけど、今は全くやらないですね、うん。結構なんやかんやで、あれですよね。こう、情報を追っかけたりするのしんどい部分はあったりするのかなって思いますか。まあ、それもあるし、個人的に自作で作る必要性がなくなったっていうのが一番。はい、大体自作で作るときって、まあ、あれでなんか、まあもちろんこう、趣味でね、例えばジャンクをかき集めて作りたい人とか、いると思うんだけど、はいはい、まあ自分が思うに目的の一つとして、ハイスペックなマシンを作りたいとか、まあ OEM で売られてるやつだと、要するにこうスペックのバランスが悪くて、なんか、それで出来合いのものを買うよりかは、自分でパーツを集めて、例えば、CPU とか、GPU とか、ゲームをやりたいから、そういうもののハイスペックを作りたい時とかに、自分でオリジナルのものを作るみたいな、まあ目的があると思うんですけど、まあほとんど、それがもう、あんまり目的がない、自作を作る。で、もう自分 Mac しか使ってないんですけど、そうなんですね。もう Mac、もう Apple さんが出してくれてる、Apple さんがこれがいいですよという推奨するものをもう、買うことで僕の需要は満たされてるんで、あんまりもう作んないですね。ああ、うん。大学、それこそ大学の時とかに、作ってとかはやってましたけど、今もやらないですね。ああ、うん、そうなんですね、うん。結構、そういう意味では自分はなんか最初は単純に興味で、まあやってみて、うん、その後なんかちょっと、こう、なんですかね。あんまり結構自作をやって、何年かや、何年ってか10年近くなるんですけど、あんまハイスペックっていう方には実は、求めた時代があまりないですね。で、結構最初の方は、なんかこう静音みたいな、静かに、いかに静かにするかみたいなのが起こったりして、ケースとかもなんかこう、なんかこういうやつは、すごい静かだったりですね。はいはい。なんか表にドアみたいなのがついてて、ファンの音とかがこう、防がれるみたいな。なるほどね。やってましたけど、まあ、最近はもう逆方向に行っていて、性能っていうかなんか割と去年欲しい。なんかちょっと前に、なんかちょっとラックを導入してしまって、自宅に。
なんかそうなるとちょっと音とかはもう、うん、うるさいだろうね。そうですね。ちょっとあまり気にしないようなものとかを置きたくなっちゃうので、うん、ちょっともうあまり静音ってなんだっけみたいな感じになってきてますが、まあでも結局静音最初行ってその後割となんかこうコスパ重視みたいな感じになって、あ当時なんかこうよくやったのがこう AMD のなんか。当時、フェノム 2X ってやつなんですけど、はい、なんか、2コアの CPU なんですけど、なんか、元が4コアのやつなんですよ。結構 CPU ってよく多いんですけど、うん、まあ、本来4コア用に生産してる半導体なんですけど、うん、その中の、まあ、何コアか分を潰して、無効化して出荷して、2コアですよっていう感じで出すみたいなのがあったりして、うん、まあ、それしたら結構よくやられていて、うん、まあ、例えばその、4コアとして生産してたんだけど、うち1コアになんか不良があった場合に、まあそれ1個潰して3コアとして出すみたいな感じで、まあなんていうか不良率を見かけ上下げるみたいな事情があったりとか、まあもろもろであるんですが、まあでもなんかそれって実際のその需要のバランスとその生産の不良とかのバランスって釣り合うわけじゃないんで、2コアで出荷されてるけど実は残りの2コア普通に動くみたいなやつが結構あったりして、なるほど。それをなんかこう、有効化させることができる。バイオスちょっとこうやっていじると有効化させられるよみたいなことを歌ってるマザーとか普通にあったりして。そういうので、なんかこう、この CPU のロット番号のやつは4コア化成功例が多いから、なるほど。そのロットを探して買うぞとか、そういうことをやってたりとかしました、ね。なるほどね。なるほど。それは自作ならではって感じがするけどね。まあそうですね。まあ結構そういう変なことをやってたりとか、まあ、とか、なんとか、いろいろやっていたら、まあ、社会人になって、ラックが入手されて、で、結局、ラックになった時も、その、既存のその自作機の、なんていうか、リソースみたいなのがあったので、うん、なんかこう、自作機って割と、規格が定まっているじゃないですか。うん、マザーボードでも、なんか ATX っていう、はい、なんかこう、ネジ穴がこの位置でみたいなやつがあったりとか。うん、なので、その、ケースとかも、その、ATX 対応のケースみたいなのを買って、まあ、組んだりするんですけど、はい、その時にその、ラックマウントできるケースみたいなのがあるんですよ。それを用意すれば、まあ、普通に自作機を、そのラックマウントできるケースに突っ込んで、まあ、ラックにマウントできるみたいな感じだったりするので、そういうので、まあ、最初その自作機を、まあ、ラックにマウントしていくみたいな感じで、ラックに入れていって、てしまい、まあなのでそういう状況になってしまったので、まあ今後多分なんか買うにせよ、普通にサーバー買うっていうよりは多分また自作のパーツ買ってそこを入れ替えていくみたいな感じになっちゃうので、割となんかこう抜け出せない自作スパイラルにもうハマっているので、あんまりだからその最初の話でそのスペックとか求めてやってたけど、まあ最近はもう満足するぐらいのスペックが普通にラップトップで出るからっていうのは。あまりなってないですね、そういう状態。なるほどね。ラックって、普通のサーバーラック？いや、普通のではないですね。なんか、まあ何を普通というか、ちょっと。ワンユーラックとかさ、ニューとかさ。ああ、そうですね。ラックの、ラックで20U ぐらいですね。20だとか22かちょっと、パッと思い出せないですけど。普通のタワー型のやつ？まあ、タワー型っていうか、ブレード系のやつなのか、もうそれとも、どう入れるの？こう入れるのか。あ、そうです。こう入れるのかみたいな。あ、普通のって言うそうですね。横向きに。横向きに、あ、横向きのやつ。それが20個ぐらい入る感じのやつ。そうですね。横向きのなんかこう、まあ 1U なんで何センチぐらいですかね。まあ、が、まあ20個ぐらい縦にガーッと入る感じ、まあ。ってことはもう、2メートルぐらいあるかもしれない。いやそんなにないです、ね。あ、そんなない ?20 センチで20でしょ？あの、まあ僕の背丈よりも低いですね。まあなんか、160ぐらいか。まあ、そんなもんですかね。150とか、そんなもんだと思います。なるほど。まあ、あの、最初、結構そのラック探した時も、結構難しいんですよね。うん、その、ヤフオクとか、ああいう中古で、うん、まあ、その、もともと多分業務で使ってたであろうやつとかって結構安く出回ってはいるんですけど。あ、そうなんだ。そうなんですよ。結構調べると安く出回ってはいるんですけど、いわゆるデータセンターにボンボンって置いてありそうなやつですね。うん、まあ、それはなんか、何、距離もまずでかいし、だいたいその40ぐらいあったりですね、40とか背丈よりでかいぐらいのやつだったりしますし、で、しかもまあでかければ、まあ当たり前なんですけど、めちゃくちゃ重くて、
ラックだけで普通に人一人より重いみたいな感じ。そこになんかいろいろ乗っけてたらめっちゃ重くなる。床抜けないか心配になるレベルになっていくし、そんなものなんで、こう運搬とかも大変で、結構なんか、パッと出てはいるんだけど、こうよくよく注意書きみたいなの読んでいくと、こう、一階の人限定みたいな、一階で、限定っていうか一階で引き渡しになるんで、みたいな。集合住宅の人とかは頑張って。上に持ち運べないよっていうことね。まあ、その、買った人が持ち運ぶ能力を持っていればいいのかもしれないですけど。そもそも。そこまで運搬しないよみたいな感じなんで。じゃあもう一回運んでもらったらもうそこから動かせない感じなんで。そうですね。もうそこで積むみたいな感じになるんで。とか、まあそもそも運んでくれなくて自分で受け取りに来てくれる人限定ですとか。なるほど。結構そういうのが多くて。まあ、案外買うのが しんどくて。自分の場合はなんか eBay とかでなんかこう、いろいろ漁ってたら、まあ別に中古とかじゃなかったんですけど、うん、なんか一般的なその ラックのよくあるこう、なんていうんですかね。ドアもついてて、なんか壁も壁っていうのがないですけど、はいはいはい、結構箱みたいな感じのやつじゃなくて。うんうん、じゃなくてじゃなくて、なんかラックって言うてその、あくまでサーバーをガッて固定する部分がしっかりあって、頑丈な、はい。その固定する部分の外側にその箱みたいな感じのその壁みたいなのがあるような構造になってるんで、はい、その、よくイメージされるラックであっても。その、柱みたいな形で、固定する場所だけがあるみたいな、ラックがあるんですよ。ああ、なるほどね。なんか、だから4本ぐらいこう柱がボン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 と立ってて、みたいなやつがあるんですよ。ああ、そうですね。それに近いですね。そういうのもあったりして。いわゆる普通のはこういうのをイメージしたんだけど。そう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 。こういうやつとか、はい、こういうのじゃなくて、なんかこういう抜けてるというか。そうですね。もうなんか、骨組みしかないみたいな感じの、そういうのがあったりするんで、そういうやつだと、まあ、そんな、めちゃ重くないし、なるほど。なんか割と、普通に分解できるやつとかもあったりしたんで、まあ、そういうので、ごまかしてますね。なるほど。いや、結構しますね。まあ、今自分見てるやつは、俺は3話サプライさんのやつを見てるんですけど、安くても、しますね、うん、6万円でも高いのは何十万円するんで、自分が買って、たやつは何百ドルでも5万とかしなかったはずなんで300とか400ドルぐらいだった気がします、ね、新品で。なるほどね。いやーでもうんラックだけでもこんなにするんだって、まあ、ラックなんて自分買ったことないんで結構するんだなとびっくりですね。これ電源とかは家庭用のあの、ワット数で足りるんすかね、これって。まあ、なんとか今足りてますけど、まあ、言うてそんなすっごい、なんすか、結局、ラックが問題って言われ、ラックに何乗せるかじゃないですか。うんうん、で、まあ、自分の場合は普通にそのなんか自作機ばらして入れてるだけで、なんかそんなすごい、業務用のバンバンファン回ってて、めっちゃ CPU もなんか2ソケットあって、みたいな、そういうサーバーを動かしてるわけじゃないですし、なるほど。スイッチとかもそんななんかめっちゃ消費電力が、めちゃくちゃ食うようなやつを置いてるとかっていうわけでもないので、まあ。そこは問題ない。なんか、イメージとして、ラックがあるから、単純に台数が多い。台数はそこそこある気がしますね。うん、何台ぐらい？今、そうですね。PC でコンピューター、リソース的には、4台プラス、3台ぐらいと、あとはスイッチ2つぐらいですかね。4台プラス3台。まあ4っていうのはまあ、10台ぐらいじゃん。ラックにマウントしてるのが4で、うん、っていう感じです。ああ、外に別で出してるのが3ぐらいある。それは動いてないんだじゃん。まあ、割と普通に動いてますけど、ね。あ、動いてる。そうなんだ。それは、まあネットワーク機器は、ネットワーク機器だから、まあいいんだけど、例えば、なんだまあ、ネットワークいっぱい作ったりするので。そうですね。うん、普通に必要になると思うんだけど、サーバーの役割的には、まあ今聞いた数だと7台ぐらいあるって言ってたんだけど、何にそれぞれ使ってる感じなんですか？ああ、一応、まあ、プラス3って言ったのも、サーバーっていうわけじゃなくて、普通にデスクトップで動かしてるのもあったりとか、まああとまあ、サーバーに該当する。するんですけど、まあ普通になんかナスみたいな感じで使ってるやつもあれば、まあラッキングしてる4台は全部もうあのハイパーバイザー入れて、みたいな感じでやっていて、ね、
で、まあでも、とはいえなんかこう、そんだけなんかいろいろ置いてるっていうと、大体よく聞かれるのがなんかこう、なんですかね、こう、外部に公開してなんかこうサービスとかを動かしてたりするのかみたいなことよく聞かれるんですけど、そういうことは全然やってなくて、ああ、そうなの。もう引きこもりなんで。引きこもりでも公開はできると思うけど。ネットワーク的にも引きこもりなんで、ちょっと、外にこう、公開しているポートはないみたいな感じですね。そうですか。回線とかは結構いいのじゃ使ってないの？固定回線使ったりとか。あ、すいません。回線も別にそんないいのは使ってないですね。普通に。まあよく、最近だとよくなんかニューロ、光のなんとかみたいなのが固定引いてとかね、あるから、ね。いると思いますけど。まあでも、興味がないわけではないんですけど、そこまでこうインターネットに対してトラフィックをこう吐いたり、引っ張ってきたりすることをしていないから、あまり、なんですかね。積極的な需要がない感じです。まあ、回線必要になるってことは、イコール自分でサービスとかやってて、アクセス多いとか、そうですよね。もしくはもう配信バンバンしてるとかっていう感じの人だから、はいはい、まあそういうのがなきゃ、まあ回線はいらないって感じなんですかね。そうですね。そうっすか。じゃあ ESX、ハイパーバイザーのその部分は、もちろん ESX を使ってる。もうありますし、KVM もいますね。まあ、なんか、多分、この文化ってうちだけだと思うんだけどさ、自分たちで環境を構築して、自宅に検証する文化。はいはい、あれは何なんだろうなと思うんだけど、まあでもそういう感じのために多分やってるのもあるんだよね。まあ、そうですね。なんやかんや、うん。別に、会社でその、検証機がないとかってことは全然なくて、うん、別に検証できるんですけど、うん、なんか、とはいえ、やっぱ自分の好き勝手にできるのが、そうだね、あった方が楽っていうのも、やっぱあるのかなっていう気がします。なんだかんだで会社のはやっぱり共有リソースになっちゃうんでね。まあそうですね、うん。ちょっと周りの目を気にしながらやんなきゃいけないっていうのはもちろんあるから。まあそれに結構やっぱ、そこそこの規模があるのでしょうがないとは思うんですけど、うん、まあ、ある程度こうチームみたいな感じで分かれていて、それぞれなんか担当領域的なのがやっぱあったりするので、まあ、例えばじゃあその、検証って言っても、普通、なんですかね、その ESXi の入ったホストを、まあ、借りてこれたとして、うん、じゃあその、つながっている物理ネットワークの部分に手を出せるかっていうと、まあ、それはまたちょっと、パッと手出せるってわけじゃなかったりとか。わかります。まあ、なんであんまそういうのを、なんですかね、上から下までって言っていいのか分かんないですけど、それを一気通貫で持ってる環境っていうのは、まあ、それはさすがに、うちでも今のところ、ポッとないかなっていう気がするので、うん、なるほど、ね。そういうのために持っておくって感じですかね、まあ。っていう部分が大きいかなっていう気がします、ね。いやいやいや、素晴らしいですね。まあ、趣味みたいなもんですかね。いや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 。それを趣味だと言えるのは相当意識高い人じゃないと無理だと思いますけどね。だってなんだかんだで一番初めにそういうのを作るときに何が障壁になるかって言えばお金のコストがかかるわけじゃないですか。まあそうですね。で、何十円とは言わないけど何千円とかのレベルじゃない額でかかってくるんで、まあ、ある程度こう趣味としても結構こう覚悟というか、よほど好きだという突出した思いがないと。どうなんですかね。言うて他の趣味も結構金かかるのばっかな気がしますけどね。世の中でこう、比較的市民権を得てるという言い方は良くないかもしれないですけど、よくある趣味とかで。まあまあ、うん、まあ、趣味自体はね、人それぞれだから何とも言えないけど、まあでもそこまでやってるのはすごいなと思いますけどね。まあ、そういう人が割とゴロゴロいるのであんまり。まあね、なんか、周りがそういう人がね、多いから、自分もこう流れに乗ってやるっていうのはね、うん、悪くはないと思うんですけど、なんかあんまりこう、でもお金かけすぎて破産しちゃうとかってなっちゃうと大変だと思う。そこまでやらない。世の中になんかすごい人思っていますからね。なんかこう、本当に業務用のストレージ機器みたいなのに入れるような人とかもいたりとか、なんか自宅に回数のダークファイバーを引いてどうこうみたいな話もなんか割と最近してましたし、ね、ちょっと、何言ってるんだみたいな。多いんで、それに比べるともう、なんか、おままごとみたいなもんなんで。まあ、自宅でそこまでサーバー持ってれば、まあ、確かに逆に外部にこう、例えば外部のクラウドサービスとかさ、はいはい、ああいうのに頼る必要はないから、そうなんですね。ランニングコストは実はそんなかかんないかもしれないね。いや、まあ、どうですかね。電気代はでもすごいかかりそうだけど。それは、
なんていうか、やっぱ管理コスト、まあ、それコストと思ってないからやってるんですけど、管理コストがありますからね。そうだね。そういうなんかコスト観点で見ちゃうと、普通にクラウドを使った方が、そうだよね。いい気はしますね。だそういう面倒を見るのも楽しいんだよね、まあ、そうですね。それは、まあ、そんなに苦にならない人しか多分やらない方が良い気はします、ね。わかりますけど。なるほどね。他はなんか、その、さっき話してた、あの、ハイパーバイザーで使ってますってやつが多分多いと思うんで、例えば、まあ、デスクトップ用のマシンもあるって話だったんで、じゃ、例えばじゃあなんか、新しくちょろっと検証したい時とかは、もう全部 VM を自分で立てて、そうですね。やってる感じ。まあ、ちょっとしたなんか、まあ、VM があればこと足りるような話は、そうですね。まあ、Linux 系の VM はいいんだけど、Windows 系とかはどうしよう。Windows 僕家にないんですよ。あ、ないんだ。まあ、昔はありましたけど、なんか、駆逐されましたね。ああ、もう全部捨てて、みたいな。そうですね。一応、かろうじて生き残ってる Windows 7のライセンスが、こう、生き残ってるやつがあるはずですけど、別に動いてる、どっかにインストールされてるわけじゃないんで。じゃあ、デスクトップマシーンも Linux デスクトップも使ってるんで。もう全部、そうですね。なるほど。それはちなみに何に使ってるんですか ?Ubuntu とか。いや、Gentoo Linux ですね。Gentoo、どうですか嫌いじゃない、まあ、僕嫌いじゃないですけど。嫌いじゃないですね。なんか、最初は、まあ興味本位でなんか、そのよくなんかこう Gentoo ってまあ半分ネタに、ネタって言うとなんか怒られそうなんですけど、うん、まあなんか、まあでもとはいえやっぱネタにされる部分があるかなと思っていて、うん、まあ自分も最初なんかネタで見かけて、なんやそれみたいな感じで、まあ試しに入れてみて、で、まあしばらくちょっと使っていて、うん、まあなんか、まあなんか結構、その当時、学部3回生ぐらいの頃ですかね、うん、最初に手つけたの3回、4回か。まあいいや。で、その時にまあちょっと勉強になるなと思って、なんやかんや、こう結構苔どころが多いので、うん、で、かつなんか、よくわかんない、こけ方したけど、なんか適当にパッケージを入れたり消したりしまくってた、治ったみたいなことがあんまりないので、なんか割とそういう意味で学習になるかなと思って続けてたらなんかちょっと癖になったみたいな感じですかね。ずっと使ってるような感じです。なるほど。チェーントゥーは僕はほとんど使ったことないんすけど、使いやすい。使いやすい。まあ普通万人に、あの、勧められるものじゃないですかね。まあ、まず特徴的、一番特徴的なのは、うん、普通は、なんかパッケージを入れたいなって思ったら、まあ、なんか、例えば Ubuntu とかだったら apt とか、それでビアンケだとそういうコマンド叩いて、うん、まあ、インストールしますっていう感じになって、まあ、全体もそれに相当するものはあるんですけど、インストールするときになんかこう、普通はバイナリーが降ってくるんですが、全体の場合は、ソースコードを取りに、で、うん、自分のその手元のマシンでビルドしてインストールするっていう感じなんですね。まあなんで単純に時間かかるし、無駄に電気食うし、うん、まあ、そういう存在なので、なんかちょっとパッケージを入れるだけでもなんか割とちょっと時間かけることにもなりますし、うん、そもそも最初の OS のインストールの手順も割と厄介で、なんか、うん、最近はなんかサラからインストールするってあんまやってないんで、今もそういうのが、推奨というか公式の一番これがインストールハンドブックだみたいな手順がそうなってるかちょっと自信ないですけど、まあ自分がよくこうインストールした頃は普通にまずなんかディスクのフォーマットをまあこういうコマンドとかあるからこれでいい感じにディスクのパーティション切ってフォーマットして、でなんかこのイメージ解凍してなんかこう CH ルートとかでその環境に入って各種設定ファイルをこうヨシナに書き換えて、で、カーネルをビルドしろ、みたいな、うん。そういう感じなんで。なるほど。まあ、とっつきやすさで言ったら、絶対にとっつきにくいですね。まあでもソースからビルドするから、細かいところまで全部面倒を自分で見れるみたいなところはある。そうですね。まあ、コンパイラーのオプションとかを、なんかその、アーキテクチャに最適化させるようなオプションを入れたりもできるとか。うん、まあ、もろもろの、そういうメリットは、まあ、あるといえばあるんですけど。まあその辺も結局なんかさっきの話になっちゃいましたね。その辺の管理コストみたいなのはまあ間違いなく相対的に高いと思うので、それを苦と思う人はちょっと。まあ単純に
聞いてるだけだともうただただめんどくさそうだなとは思うんだけど、ね、まあまあマニア向けというかね、ギーク向けな感じはするんで。めんどくさいと感じるか、あ、何それ面白そうだねって感じるかってやっぱ感性だと思うんで。そうだと思うね。一応調べると、ポーテージって読むんですかね。はい、ポーテージ。仕組みを使ってて、BSD 系で採用で、実は Mac のポーツというコマンドもこれをベースにして作られてるらしいです。初めて知りました。そっちがなんか源流らしい。なるほどね。まあでもいろいろ入れ替えられるんで、実は、まあ、僕は試してないですけど、その辺のなんか、バックエンドのその比較的、その、ディストリビューションの核になりそうな、そういうポーテージを使うのか、何を使うのかみたいな、そういうところもなんか他の、なるほど。なんですかね。似たような別のものとかに入れ替えたりとか、できたりして、まあよくなんかディストリビューション、まあ最近はもうシステム D は割とデファクトになってますけど、うん、出てきた頃って結構ディストリビューションごとにこのシステム D 入れんのかどうかとか、うん、このバージョンからシステム D が入ったとか、なんか、いろいろ話題になってたような気はしますけど、ね、システム D とかについても、まあなんか、入れたきゃ入れれるし、入れたくなかったら入れないでもできるし、みたいな感じなんで、もう。いや、まあ好き勝手やってくださいよ、みたいなとこ。好き勝手やってくださいですね、本当に。なるほどね、前提は選択とかなんかそういうこと分かったりする感じなんで。なるほど。なるほどね。まあ一応、ウィキペディア情報ですけど、開発は一応まだ去年の1月とかで、ちょっと止まっちゃってるかもしれないですけど、まあまあ、開発はしてそうっすね。あ、そうですね。うん、まあ、比較的、どうなんですかね、僕はあんまりその、オープンソースソフトウェアのこうコミュニティがどうのこうのみたいな話題とかってあんまり、まあ、あんまり詳しくないんで、うん、ちょっとなんとも言えないんですけど、うん、まあでも別に、少なくとも活動がないというような感じではないので、うん、まあ他のディストリビューションと比べて盛んかどうかとかって言われるとちょっとわからないんですけど。いや、盛んだと思います。あの、すごいやってる感じがします。あの、ホームページ見てるんですけど、やってますね。うん。あれですね。結構、詰まるとなんか、ジェント絡みでなんか困ったりすると、まあ、いろいろ、検索、ウェブを検索していくと、結構ジェントゥー域にたどり着いて、そこにこういうような情報があって、うん、あ、なるほどって解決するっていうのはやっぱ多いパターンなんですけど、まあ、最近っていうほど最近でもないです。こう3年4年ぐらいは結構同じようなケースで、こう、ジェントゥー域じゃなくて、アーチ域の方が先に当たって、アーチの方のその内容も割と近いようなところがあったりするんで、それで解決しちゃうことが多くて、ジェントゥーとアーチリナックスは、アーチリナックスの方が、一応なんか、ベータ版みたいな感じで出されてる。ベータ版とかよく比較されるよね、この二つね。あーですね。実は僕は、アーチについては使ったことがないので、よく知らない、詳しくはないんですけど、まあなんかどちらも割と、何でしたっけ。うん。立ち位置が、若干近いというか、そんなにディストリビューションの部分で、こういうなんか、例えばネットワーク周りのコンフィグは、こういうのを、なんかこういう、なんですか、そのディストリビューション固有のなんか、設定の流儀があってみたいな、そういうところはなんかあまりなくて、はい、まあ自分で割とバンバン選んで入れれる感じだったというふうな印象を持ってはいますね。で、まあただなんか、ジェンというほどなんかこう、すごいなんですかね、突き詰めるって言い方したらおかしいのかもしれないですけど、っていう感じじゃなくて、確か別にパッケージとかは、さすがに手元でビルドをするのが標準っていう感じではなかったはずですね、うん。バイナリのパッケージを取ってこれたものだと認識はしていますね。なるほど。まあ、ただちょっと、あれです。実際に使ってるわけじゃないんで、若干間違ってるかもしれない。あんまり。いや、多分、自分も軽く調べてみたんですけど、比較サイトみたいなのがやたら出てくるんで、はい。ものすごい多分比較されてる二つだと思うんですけど、おっしゃる通りで、パッケージの数とか。まあなんか、自分が見てる今のサイトは、なんか人気とか、開発者の数とかでも比較されてるんで、うん、まあかなり、うん、お互い意識しながら
開発してる。開発された時期もどうやら一緒ぐらいで、開発されてて、なるほどね。だから、こんな比較されてるんだなって感じですね。人気はでも、このサイト調べですけど、アーチリナックスの方が、人気はあるが、開発者の数は、ジェン2の方が、3倍ぐらい。3倍もっと違う。5倍ぐらい違うかな。うん。だから、まあ、あんまり人気って意味だと、数字的には違うけど、開発者がこんだけ違うと、うん、将来的に開発者多い方が絶対いいだろうから、うん、長生きしそうなのは、ゼン2な気がしなくもないですが、まあどうなんですかねって感じですね。なるほどですね。あんまり気にしたことはなかったですね。開発者の数とか。こういう、なんだろう。例えばまあ今ゼン2ですけど、こういうののアップデートが入った場合、例えば、はい、バージョンマイナーじゃなくてメジャーバージョンのアップデートが入った場合とかは、まあ VM だからもなんか一回壊して作り直すとかそんな感じになるんですかね。ああ。それとも、なんか、結構頑張って、あの、そのパッケージ管理コマンドとかでカーネルをビルドし直してとかやるんですか？一応そういう意味だと、まあ、割と自分は、ビルドし直してを、ビルドし直してっていうか、そのカーネルをビルドし直してですね。だからなんていうか、継続的に使うのにやっちゃうんですけど、まあでも、とはいえ、確かにその、まあどっちもあるって言い方していいのかわかんないですけど、まあ、自宅のその、なんですかね、ハイパーバイザー上にポンって置くとかっていう用途だと、まあやっぱなんか、もうビルドしてある程度最低限のもの入ってるみたいなイメージを作っちゃって、まあ持っておくのがやっぱ楽なので、まあそういうことはやっていて、で、それはなんか定期的にってほど頻繁にじゃないですけど、まあ時々新しいバージョンでまあビルドし直して、まあそのタイミング以降なんか立てるときはそのイメージから作るみたいなことはしますけど、なるほど。まあ割と長いこと持たせてるサーバーとかは普通にそこの上でカーネルをビルドし直してバージョン上げてとかはしますね。なるほど。まあとはいえなんか台数増えてくるとなんかいちいちやってらんないで結構古い状態のまま寝かされちゃってるやつとかもいるの。あるんだ。あんまりちょっとその辺は、うまくできてないです。なるほどね。VM、まあ、VM をいくら簡単に作れるとはいえ、やっぱり OS レベルでポン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 作ったり消したりっていうのは、やっぱりデータが残っちゃってるのもあるからやりづらいのかね。そうですね。まあその辺は、設計というか全体的にその、なんていうんですかね、ちゃんとそういう永続させたいものをそこに紐づけないようにっていうことがうまくできていれば、まあポン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 できるのかもしれないので、ちょっとなんていうか。その辺はちょっと自分の至らなさかもしれない。いやいやいや。あんまり。いやでも、個人的な意見ですけど、VM の、いわゆるこう、クラウドサービスの VM の売りの一つって、うん、要するにサーバーをこう、使い捨てできるみたいな、はい、あるじゃないですか。ありますね。うん。とは言いつつも、あんまり使い捨てしてる人いないだろうなっていう印象が結構あって、うん、要するに、1年とか2年ぐらいずっと同じサーバー使ってて、で、いざ新しくしようとしても、頑張ってそこのサーバーでオペレーションして、新しくするみたいな。なんか脆弱性とかもそこで回避していくみたいなイメージがあって、意外と VM って使い捨てられないんだなっていう。まあ確かに、なんか、両極端っていう言い方していいのかわからないですけど、まあ確かにこう、長いこと使おうと思えば長いこと使えちゃうんで、そういう使い方する人もいるし、まあ、割と、その、最初の売りとして言われたみたいな感じで、こう、スケールアウトさせてとか、ガンガンやって、スケールにしてみたいな感じで、割と短命の VM をボンボン持ってるみたいな人もいるしっていうような、二極化があるような感じはちょっと。まあそこもまあ設計なのかな。うまくやる人は多分うまくやるだろうしね。そうですね。ずっとこう、ね、ハイスペックマシーンをずっと安定してっていうか、こう、ずっと同じサーバーで運用するのが好きな人もいれば、うん、細かい VM をポン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 立ててやるのが好きな人もいるから、その辺はもうなんかあれなのかね。まあでも、逆に今後なんかどうなんですかね。僕はあんまりそっちの方詳しくないんで、なんとも言えないですけど、うん、こう、サーバーレスがどうとかって、散々言われて、久しい感じがしますけど、まあその、ポン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 細かいのを立ててっていう人は、どんどん、そういう、そもそも VM を持たないっていう方にどんどん流れていくと思うので、流れてますね、そういう意味では、
まあ、確かに VM はどんどん、その、長生きするおじいちゃん VM が比率増えていくんじゃないかなという気は。アプリケーション開発者の視点から見ると、やっぱりサーバーがずっとリブートしてない状態って怖いし、はい、古いバージョンの VM が動いていること自体怖いんだよね。そうですね。だからやっぱりポン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 こう変えられるような習慣化をしておかないと、ただただリスクを背負っておくだけになっちゃうから、うん、できた方がいいんだけど、まあなかなかなんか、難しいね。そうですね。まあ単純に多分ね、今パッと思い浮かんだ理由としてはやっぱめんどくさいんだと思う。最初からずっとなんかこう、この、なんですか、今回のポッドキャストの最初からなんかめんどくさい的な話題になってますけど。いやいや、でも、そうじゃない？なんかエンジニアリングの新しくサービスができる時の、その根本的な理由の一つって多分めんどくさいことがあったかな、それを解消するために作ってるっていうのが結構、ね。まあ、そうですね。理由として大きい気がするから。あれだけ面倒だった、デプロイメントがこんな楽になった、やった、みたいなこと言ってやって。そうそうそう。結局なんかよくあるこう、幻滅期的なやつも、あれ案外これこの辺でつまずいて面倒くせえじゃん、みたいな感じで幻滅するみたいなのが、結構ある気がするので。まあ、確かに、非常に、こう、サービスであるとか、技術であるとかの、こう、流行り廃りの大きな部分を占めてる気はしますね。そうなんだよね。いや、だからクラウドもさ、まあ、もちろん、物理で一から作るよりかは、確かにウェブ上でこう、一台、サーバー立てられますよとか簡単なんだけど、うん、まあ、人間みんなめんどくさがりなんですね。そこはもちろん革新的な技術ではあって素晴らしいと思うんだけど、まあまたその後にね、例えばその続く、なんだ、オペレーションなりね、そういうところでまためんどくささが出てきちゃうから、まあ、なんだろう、技術がね、発展すればもちろんね、そういうまた新たな、なんていうの、しがらみみたいなのが出てくるだろうから、まあまあ、悪いことではないと思うんだけど、なんか、そういうめんどくささっていうのは結局、永遠に取れないんだろうなと、何でもそうだと思うんだけど、もちろん作業が発生するからね。でも最近は、どうだろうな、自分の場合かもしれないけど、もうほとんどコンテナを使っちゃうんで、はいはい、VM はもう本当にただ立てるだけで、その上のコンテナ投稿っていう感じでいろいろやっていくんで、今の自分の周りの環境だと別にサーバーを消されましたって言われても、うん、そこまでこう、めんどくさくないというか、はい、データもどっかに残っているし、アプリケーションもコンテナらしいみたいな世界観はあるから、うん、まあそういう風になってればそこまで煩わしさはないとは思うんですけど、まあまあでも、ね、まだがっつり VM 依存しちゃってるっていうサービスはたくさんあるだろうから、そうなっちゃうとね、VM じゃあ入れ替えますって突如言われたら結構てんやわんやしちゃうっていうのはまだまだあるかなと思いますね、結構その辺は最近の業務の割と悩みどころなところは若干なくはないですね。結局、うちの場合とかだとそのクラウドの基盤運用みたいなところは若干じゃなくて、ほとんどそういう感じなんでまあそういうところでこう基盤を支えるために、まあ、管理系の VM みたいなものを、まあ、たくさん持っていると。ああ、はいはいはい。まあ、じゃあ、それってあくまでその管理系の何かなので、まあ、コンテナにするっていうことは別にできはするはずなんですよね。うんうんうん、まあ、もちろん全てじゃないにせよ、まあ、ある程度できるところではあるんで、まあ、それをどんどんコンテナにしていくのがいい、まあ、最終的なラインとしてはそうなんだろうという気持ちはありつつも、それはどのタイミングでどういうふうに、映るかなっていうのは若干あるなと思って。少なくとも今その、まあ、社内の、まあ、状況っていうか、いろんなツールの揃い具合とか、そういったところとかを鑑みると、まあ、やりたいことをやるのに、こう、まあ、コンテナでやるのがいいのか、VM でやるのがいいのかっていうと、VM の方が、まあ、手っ取り早く実現できるのは間違いないと思うんですね。例えばその、コンテナによって、
こう、まあ、ある種、こう、パッケージングできるというか、バージョンを固定したりとかっていうのはやりやすくなるわけですけど、そういうのも別に VM の普通にできはするわけですよね。そのイメージとして固めちゃえばいいやっていうのは。その辺がなんていうか、コンテナでやらなきゃいけないかどうかっていうのは結構難しいなと思っていて。うん。わかります。わかります。むしろコンテナでやろうとする場合の方が結構なんですかね。コンテナ特有の何かを踏んだりとかっていうのがあるじゃないですか。やっぱどうしても。ありますね。で、まあ、その点なんか、まあ、もちろん VM を最初、こう、仮想マシンがガーって流行った頃、入り出した頃、まあ、その頃は僕はまだそんなエンジニアをやってなかったので、わからないですけど、まあ、きっとその頃にはその頃で、こう、VM 特有の何かっていうのをたくさん踏んできてるとは思うんですけど、まあ、少なくとも社内だとその辺は多分きっと、ある程度こう、踏み潰してきて、整ってきていると思うので、まあ、割とその VM をベースに、オペレーションというか、何かいろんなことをするのは、割ともう、うん、新しくこけることって、まあ、ほとんどないんじゃないかなと、なるほど。思っていて、それに比べると、まあ、コンテナはまあ、新しくその楽になる部分もあるとは思うんですけど、逆にその新しくつまずく部分もあるので、まあ、長期的に見れば、わからないですけど、短期的には、うん、むしろこう VM を貫く方が楽なんじゃないかって思う部分は結構あるんです。なるほど。いやいや、その通りだと思います。そうなんですよ、うん。コンテナね、いいいいって言ってるけど、結局一丁言ったんだなとは僕も思うんで、うん、VM とコンテナって使い分けた方が絶対いいなとは思ってるんで、はい、それはその通りだと思います。はい。なんか、ちょっと前にツイッターで呟いたんですけど、まあ、個人的な開発のもう流れで何でもコンテナ化しちゃってるんですよ、今。なるほど。で、ある時に、その、いわゆる管理用みたいなのを、はいはい、まあ僕は立てたくなかったんですけど、立てなきゃいけなくなっちゃって。まあどこかには人ですかね。そう。で、それがザビックスだったんですよ。はいはいはい。で、ザビックスを立ててくださいって話になって、で、それ、そのザビックス以外のアプリケーションなり、そのバッチなりは全部コンテナで動かしてる状態で、じゃあ、ザビックスもコンテナにしたいなと。流れ的に。はいはい。うん。まあ、だってもうみんなコンテナってるわけだから、そこだけコンテナじゃないっていうのは気持ち悪いから。そうですね。そう。で、それをなんか、ふとザビックスで呟いたら、できなくはないん、もちろんなんか公式で、なんか Docker Compose が提供されてて、Docker のイメージも Docker Hub にあって、できる状態になってて、もちろん動いたんだけど、なんか Twitter で呟いたら、ザビックスのフロントのウェブサーバー、ザビックスウェブっていうのかな、コンポーネント的に。PHP かなんかで変わってる。そうそう、とか UI のその部分が、あれが、マルチマスター構成を取れない。っていう話をされて、要するに、コンテナのメリットの一つって、スケールアウトなんですよ。そうですね。うん。で、ウェブアプリケーションとか作っても、横に並べれば、あとは、ロードバランシングみたいな機能もあるから、そこでうまくやってくれますと。でも、ザビックスの場合は、その、ウェブ側の負荷が上がって、ウェブ側のスケールをしようとしてもできないと、言われてしまって、それで、コンテナのメリットが十分に活かせませんと。言われたんで、ザビックスの場合は正直コンテナで動かしても、そこまで音痴を受けられませんと言われてしまったケースがあって、まあ、確かにそれはそうだなと思ったんですよ。でも、別に管理用だから音痴受けられなくてもいいかなと思って、コンテナで動かしちゃいました。ザビックスも、はい。ザビックス結構逆になんかザビックスサーバーの方もそうなんですけど、ザビックスのエージェントとかを、はいはい、コンテナでもコンテナ化されているアプリケーションの監視とかで、うん、ザビックスのエージェントどこに配置するとかって、それはもう、やり方です。エージェントは1コンテナ、エージェント用のコンテナを動かして、はい、で、Docker ネットワーク上で、あ、そっか、そういうことか。エージェントが同じホストにいないと、同じコンテナ上にいないと監視できないって話か。それもなんかね、それはね、はい、なんかありました、解決方法が。うん。うん、それはちゃんと解決方法があって、どっかでエージェントが動いていれば、そのエージェントがコンテナを監視して、ちゃんとザビックスプロキシーなり、うん、ザビックスサーバーにデータを送ってくれるという仕組みがあったんで、うん、それを使えば大丈夫です。なるほど。いわゆるコンテナ監視みたいなやつは、一応できてました。
まあ、結構その辺、まあさっきの話に若干戻っちゃうんですけど、うん、その社内ので使っているのは管理系のサーバーみたいなところとかで、うん、まあコンテナにするのがいいのかみたいな話で、まあ一部コンテナにしてるのもあるんですけど、うん、まあそういう時にそのザビックスで監視するときにどうしようみたいなの、まあ僕じゃないんですけど、うん、あの、チームの人、後輩が結構悩んで、はい、どういうふうにしようみたいな結構やってたので、はい、今言ったような話とか、うん、ちょっと単純にちょっと気になったっていう感じなんですけど。できますが、まあ、どうなんだろう。まあでも結構なんか、なんかそういうところで、まあ、どうしても割と今まではこういうふうにしてればよかったみたいなのが若干通用しない部分がやっぱあって、はい、こういうふうにするかみたいなのを考えながらやらなきゃいけないので、まあそれがまあ楽しいといえば楽しいんですけど、まあ、どうしても結構、うん、そういうのを踏み潰しながら歩いていかないといけない。まあね、バグ的なやつとかね、そういうのはもう自分が踏むっていう、もう気持ちでやんないと多分ダメだと思うんで。OSS を使う以上はもう、そこはもう、うん、覚悟しないとダメかなと。あれなんですね、ザビックスさんですね。なんか他にも、なんか最近だったプロメテウスとか。いやいや、僕の案じゃないんで。いや、僕だったらもうまず、そもそも自分たちで監視するっていう手は使わないんで。巻かれるとかそういう系のサースに頼りたいみたいな感じですかね、はいうんはい。そうです。そもそも自分たちで何かしは、まあ、ちょっと、そうしろという条件だったので、そうした感じでやりましたね。はい。何の話をしてたらこの話になったのかさっぱり。いろいろ辿ってきた気がします。自宅サーバーがどうこうとか言っていた流れがいつの間にか。VM の流れになってたのか。VM があって話になって、コンテナがっていう感じですか。自宅サーバーから派生したのか。なるほどね。という気がします。まあ途中業務の話とかもちょっと挟みつつでは。ありましたけどね。自宅サーバーで、ちょっと戻ると、Windows OS がないっていう話をしてたんだけど、はい、Windows はやっぱなくてもそんなに支障はない？一切ないです。感じないですね。まあ、うん。いや、本当にないです、ね。ないんだ。まあ、そっか。まあ、自宅はもう完全に自宅で閉じちゃってるから、ね、例えばその、オフィス製品とかさ、オフィス製品とか、はいはいはい、まあ、オープンオフィスとか、ね、リブラオフィスみたいなのあるから、開けなくはないけど、はい、まあ、崩れちゃったりするとか、あとなんか編集がうまくできないとか。あるあるですね、それは。うん、でも、ただなんていうか、うん、言うて、別にその Linux のその端末でなんか、会社の仕事をしてるわけでもなければ、なんか副業とかでなんかそういうどこかからそういうオフィス製品の何かの開けないといけないみたいな要件があるようなことがないので、まあそういうなんか ほんと仕事っぽいことをしなければ、オフィス製品のその、まあ Excel のなんか XLSX とか、ああいうファイルをこう開きたいっていうことがそもそもないですね。まあないよね。ない。僕もないんで、問題は全然なくて。そうなんですね。まあ、メールもね、別に Gmail あるし、まあ、ちなみに。メーラーぐらいはありますし、普通に。ああ、それ使ってるんだ。Gentoo デスクトップでメーラーって何が有名なんですか、はい、サンダーバードとかですか？そうなんですかね。サンダーバードは有名だと思います。あとなんか、僕が使ったのはシルフィードっていうやつなんですけど、うん、別に Gentoo デスクトップでっていうくくりでは調べてはいないですが。あ、そうなんだ。まあ Linux 系の。Linux 系でって感じですね。まあ何がいいのかはちょっと僕もそんなに、なんですか、メールをめっちゃ使い込むわけじゃなくて、まあちょろちょろ見れればいいやぐらいの感じなんで、うん、そんなに、それがじゃあおすすめかと言われると、まあ自分の環境では問題なく使えてるから使ってるぐらいの感じなんで、あんまり強いこだわりがあってってわけではないですね。おすすめというかなんか標準ってわけでもないの？どうなんですかね。標準で何っていうのは、なんていうか、うん。ないというか、もしかすると、そのデスクトップ環境とかをちゃんと入れればあるのかもしれないですね。よくグノームとか、ああいう系の、なんですか、グノームって言い方おかしいのか。いや、いいと思います。グノームとか、あと、なんだっけ、KDE とか、統合デスクトップ環境なんで、はいはい。ああいう系の入れると、まあもしかすると標準の何かみたいなのがあるのかもしれないですけど、自分はそういうの入れてなくて、割と生で使っちゃってるんで。まあコマンドでもまあできなくはないんで、
まあ、そうですね。統合、ああいう、なんか統合デスクトップ環境って、こう、かっこいい以外のなんかメリットってあんまり自分はちょっと分かっていなくて。まあ、なんかあんまり割と GUI に慣れ親しんでいて、いきなりこう CLI っていうか、まあ、シェルでどうこうっていうのは慣れてない人とかだと、その、ファイラーみたいなのが欲しいみたいなことを言う人はいるような気はするんですけど、まあ、別に慣れちゃうと、そんなにファイラーっていらない。いらない。いらない。で、まあ、当然なんかそんな、なんですか、ここに統合デスクトップ環境って何がちゃんと入ってるかわかんないですけど、まあ、例えばゴミ箱見たものなんて別にいらないじゃないですか。RM で消すみたいな感じですし。まあデスクトップが必要になるケースって、ブラウジングが多分メイン。ね、ブラウジング多いですね、やっぱり。まあ、ターミナルでブラウジングできなくもないけど、まあちょっとあれはさすがに辛い。まあさすがに、うん。かなり辛いし。最近変なの出てますよね。うん。あの、なんかめっちゃ脱線させようとしちゃってるんですけど。うん、なんか、ヘッドレスのなんか Firefox だったかなんかを使って、ウェブのなんか取ってきた結果を、なんかこう、ASCII アートみたいな感じにして、ターミナルで出すみたいななんかよくわかんないやつなのか、うん。ありますね。あって、マジかって思いましたね。ちょっとそれの名前わかんないけど、昔、僕が、どれぐらいか忘れちゃったんですけど、まあ、要するに、クイの環境しか使えなくて、はいはい、で、そこで、ブラウジングしたいって時に、なんだっけな、www っていうコマンドだったかな、確か。ちょっと忘れちゃった。なんか Emacs でもそれ使えて、Emacs 上でブラウザーみたいなの開いて、ありますよね、それ、うん。っていうのは使ったことはあって、それは ASCII アートみたいな感じで帰ってきて、ね、うん、Linux っていうやつは僕はなんか知ってるんですけど、そういう系のやつで。LYNX だっけ、なんか忘れましたけど、ちょっと。なんか、あるんですが、そういうのは、でもなんか、僕が知ってるそれは、そんなに、うん、なんていうんですかね、まあ、ASCII アートっぽく、ボタンとかは配置されるんですけど、なんていうかこう、イメージが表示とかできるわけではないじゃないですか。これは辛いよ。そうですね。イメージとか表示できるわけじゃないので、あれなんですけど、さっきなんか話したやつ、ちょっと名前忘れちゃったんですけど、は普通になんか、画像とかも、流してくれるんだ。要するに、ヘッドレスのなんか Firefox だったかなんか忘れましたけど、そういうので、一回レンダリングした結果を、まあ、なんていうかまた、テキストで表すとこんな感じみたいな感じで変換してるっぽい雰囲気なんで、まあ、画像だろうと、まあもしかするとその動画みたいなやつもいけるのかもしれないですけど。アスキーアとかこう動いてみた。LS コマンド、SL コマンドみたいな感じでこう記者が通るみたいな感じで。かもしれないですね。そうなんだ。そんな変なもん、まあ、ちょっとごめんなさい。話めっちゃ脱線させちゃいました。まあ、CUI、まあ、CUI ブラウジング、そういうなんか変な話はありつつも、とはいえちょっと厳しい。いや、厳しいね。これは厳しい。もう本当にだから環境で限定されちゃってる時に、どうしてもブラウザー使いたいって時にしか使わない方がいいと思うけどね。うん。うん、そうですね。まあ別に、ただ、ブラウザ別に開くだけだと結局、まあ、その X ウィンドウシステムはいりますけど、デスクトップの、あなんですか、KDE とかそういう系のやつが別にいるわけではないので、ってなったんですよ。じゃあ、ウィンドウマネージャーとか、ディスプレイマネージャーがあれば、あれば、そうですね。あればいいって感じで。自分実際そういう感じですね。X モナドっていうなんかタイル型ウィンドウマネージャーがあって、はいはいはい、それを入れて、まあ、それ以外は別に、そんなにいらんでしょみたいな感じで。あと、じゃあ、なんか今風な感じじゃなくて、本当に昔ながらのウィンドウマネージャーが出てきてみたいな。へぇー。ログインのところとかもあんまり僕なんか、こう、突き詰めなかったので、起動すると、あの、普通に CUI の状態で、ユーザーのアカウント入れてみたいな。で、自分で、あの、スタート X と表示してます。はいはいはい、はい。ありますね。なるほど。いやいや。未だにそういう使い方をされる方がいるとは。まあちょっとレガシーすぎるかも若干。いやいやでも多分そういう、なんだろう。好きな人はそういうの好きなんだろうなって気がしますね。まあ、そうですね。うん、僕はもうあの、Mac 様しか使ってないんで。対局ですね、そういうのちょっとよくわからないです。
いや、でも Mac で作業してても、確かに GUI を使うときって、まあ大体ブラウザーか、あとは、その、クライアントアプリケーションとして動くも、例えば Slack とかさ、はいはいはい、ああいうのは、もちろん GUI の方が便利だから、あと本読むとかね、Kindle のアプリとか使うんですけど、そういう時はやっぱり GUI の方がいいけど、うん、その、ファイル操作とか、編集、テキスト編集とかはもう全部やっぱターミナルの方が、むしろ楽だから、もう全部そっちを使ってるんで、そういう以外操作は、確かに GUI は使わないっちゃ使わないっすね。うん、いやいや、でも、うん、あった方がいいな。まあ、ブラウジングがやっぱり、締めてるのはでかいですかね、ブラウジングがちょっと。あ、そうなんだ。へえ、そうですか。そうですね。面白いな、でも。そういう人もいるんだなって感じかな。うん、まあ、そうですね、としか言いようがないです。そういう人なんで、ちょっと。まあ、でも、なかなか、こう、まあそれもなんかこう、管理コスト的なまた話でいくと結構面倒っちい部分は多いかなっていう気はするんですけど、まあなんていうか、比較的こう、理不尽に悩まされることが、まあ割と少ないのかなっていう気はするんですね、そういう。シンプルがゆえにみたいな。そうですね、なんか、なんでなのかもよくわかんないけど、このバージョンにすれば治る的な問題とか、って比較的踏みにくいし、なるほど、多少若干この変更したいんだけどとかっていうのは割と手が入れる余地が大きいので、うん、そういうのは、まあ、メリットもあると、メリットもあるというのはまあせめてもの、なんてアピールですけど、なるほど、いやいや、まあでもそういう人はもう減りゆく一方な気はするけど、まあ、もうちょっとあと5年ぐらいしたらちょっとそういう情熱というかなんですかね。そういうところにかけるあれが燃え尽きて。ああ、なくなっちゃうかもしれないね。いや、もうマックス最高とか言ってるかもしれないんですよ。いや、大事だと思う、そういうのはでも。うん。はい。1時間以上話しちゃいましたね。話しちゃいました。すいません、なんか。しかも、割と僕が書いてきたテーマばっかなんか話して。いやいやいや、それは全然 OK ですね。最後、じゃなくてもいいんですけど、個人的に聞きたかったのが自作キーボードの話を聞きたいんで、これですね。まあちょっとここにもちょっと注釈みたいな感じで書いてるんですけど、うん、すごいめっちゃやってるってわけではなくて、うん、ここ半年ぐらいとか全く手をつけてないんで、うん、あの本当に最近の動向とかを知ってるわけじゃないんですけど、はい、まあ自分と自作キーボードの関わりっていう感じでいくと、なんかちょうど、うん、入社して1年経ったぐらいの頃かな。割と、うん、なんか、まあ、ちょうどここ数年ぐらい、3年ぐらいかな、わかんないですけど、うん、自作キーボードのなんか流れが割と来ている感じはあるんですね、業界的に。まあ、特に本当に最近はすごい、この間のなんか、メーカーフェアとかも割と多かったらしいという話は聞いてる。はい、言ってないんでわかんないですけど。はい、なんで、自作キーボード結構来てるんですけど、まあ、なんか背景として結構、あれあのプロジェクトが公開されたのがいつなのかってちょっと確認しないんですが、うん、ここまあ、僕が発見したのは3年前ぐらいですかね、出会ったのに、なんか、その、キーボードの、なんですかね、ファームウェアみたいなのをオープンソースで公開してあるやつがあってですね、うん、はい、ありますね、まあ、QMK ファームウェアとか、うん、まあいろいろあるんですけど、なんか、割とこう、よくある、こうマイコンとかでそのファームウェアビルドしたやつを入れると、まあそのマイコン自体がこう USB のなんていうかコントローラーみたいなの持ってたりして、まああとは適当に IO をうまいことつなぐと、うん、まあキーボードとして動作させられますみたいなやつが結構あってですね。ありますね。まあその辺が結構大きいのかなっていう気がするんですが、うん、そういうのがあってすごいそれに対応した自作キーボードというか、まあ、自作キーボードに限らず普通に製品になってるのはキーボードとかでもまあそういうのに対応したのがこうバンバン出ていて、っていう感じのがすごい最近あってですね。うん、まあ、自分的には、その、まあ、まさしく最初はすごい製品としてキーボードみたいな結構まあこだわっていってある程度。まあ割とこの業界多いと思うんですけど、キーボードこだわる人は。うん、で、まあなんというか、そういう、ものがあるということを知り、
まあ、このキーボードはファームウェアをこれを使うと書き換えられるよみたいなやつを知り、まあその辺をなんかいろいろ調べていくと、結構オープンソースハードウェアみたいな感じで、もう基盤とかを、のデータを公開してるのかもあって、まあちょうどその頃、まあ割と同じその会社の同期とかで、キーボード関係に興味がある人たちがいたので、まあちょっと募って、というか声かけて、まあなんかちょっとキーボード作ろうぜっつって、まあ作るって言っても、まあその、さっき言っていたオープンソースのハードウェアみたいな感じで、公開されてるデータをベースに、まあ、それをちょっと、このキーの配置、これちょっとこっち上にした方が打ちやすくないとかっていう、なんか変な議論をして、まあそれに基づいてちょっと修正して、まあ基盤発注して、まあちょっと、作ってみてとかっていうのをちょこちょこやっていたっていうのが、まあ、ここ2年ぐらいの、あれですね。自分の活動、活動ってほどの活動じゃないですけど、なんか対外的に何かをしてるわけではないので。っていう感じで、まあ、最近すごい、実はキーボードの波がガーッと来てるので、本当はもっといろいろやりたいなという気持ちを持ちつつも、あまり手がつけられてないっていう。なるほど。なるほどね。うん、まあ、自作キーボードというか、こういうカスタマイズキーボードって多分確かに今流行ってるとは自分も思ってて、はい、うん。まあ、エルゴドックスとか多分めちゃくちゃ有名で、有名です。多分使ってる人もいるよね。いないのかな、わかんないけど。まあ、まあもちろん世の中にはたくさんいるんですけど。世の中、まあ、うちの会社の中でまあ、いたような気がするけど。ですね、まあ、転職したその同期で、持ってたやつは間違いなくいるんですね。まあ、他にもいた気はするんですけど、まあ、その転職した同期はまさにさっきのなんか、そのキーボードの、ちょっとやろうぜって言った、声かけた一員なんですけど。まあ、なんだろう、これそもそも、こういうエルゴノミクス系のキーボードって、はい、カスタマイズ系のキーボードって、一番の目的って、開発の効率とか、タイプのしやすさみたいなとこだと思うんだけど、うん、はい、なんだろうな、いわゆる体的な、その、理由で、腱鞘炎とかの人が使うみたいな、はいはいはい、うん、こうキーをこう、普通のキーボードの配列だと、こう、肩幅広い人とかとこう、なんつう、うん、狭めてやんなきゃいけないとかで、なんだ、体に異常をきたす可能性があるから、うん、こういうのをこう作るみたいな、使うみたいな人が多いと思うんだけど、もともとはそういう理由じゃなかったんだじゃん。なんとなく本当にやってみようって感じだった。ああ、そうですね。そんな、まあもちろん、うん、なんですかね。まあ肩こりあったりするので、まあこういうのの方がいいんじゃないかみたいな思う部分はありますけど、そんななんか深刻に、こう、なんですかね。自分はそういう希望じゃないといけないんだっていう感じではないですね。実際現に今普通に普段一番使ってる、業務で使ってるリアルフォースですし、家でも別になんかそんなカスタマイズ系のキーボードがガーッと常用してるとかってことはないので、まあこれはむしろなんか作る部分に、まあ、面白みを感じてっていう部分は結構大きいですね、個人的には。なるほど。まあ、そうなんですよね。でも、結構、どうなんですかね。最近のちょっと動向を知らないんで、うん、こう、そういう技術革新があったりすると、なんか僕は単に世間を知らないだけって話になっちゃうんですけど。でも、そんなに大きくは多分変わってなくて、うん、たまに、キックスターターとか、はいはいはい、インディゴーとかで、未だにこう、キーボード作りますみたいなのは出てるから、うん、その辺は変わってないかな。まあ、そこで新しい、なんだろう。なんか結局あれって、まあもちろんキー配列とかのカスタマイズとか、はい、うん、まあ、あとは形？そうですね。うん、まあでもハードウェア的にさ、基盤がもう決まっちゃってるとさ、それ以上はまあいじれるわけじゃない？それをなんとかしたいんですよ、個人的には。なんていうか、キーボードのそのキースイッチって、うん、別になんか単体でその、まあすごい強固に固定できるわけじゃないですけど、ちゃんと爪がついてて、うん、まあ固定する部分があるので、うん、そのハンダ付けによる固定に頼らなくても、うん、まあ一定度ちゃんと固定できるはずなんですよ。はい、普通のその、なんですか、チェリー MX とかああいう系のスイッチって。で、だからなんか、その、基板の部分の設計と、そのハードウェア的な、キーの配置だとか物理的な、うんうん、そういうのの設計って本来なんか独立させられて叱るべきなんじゃないかなっていうのをちょっと思っていて、そういうのはできないかなっていうのをずっと考えてるんですけど、うん、まあすごいシンプルには、その極端なし、キーボードのその
キーボードっていうか、キーのスイッチの足の部分をなんかちょっとだけ加工して、まあなんかこう、ケーブルというか、ちょっとケーブルさせるようなコネクタみたいなのをつけてしまって、まあ短いこうケーブルで基板までこう線を這わせて繋ぐとかすれば、非常に独立性は高まるはずなんですけど、ただちょっとそれは一回検討したんですけど、ちょっとその、そういう用途に耐えれそうな小さなこうコネクタとかっていうのを、こう、仮に全てのキーがちゃんと繋がる個数買うと、結構それだけでそこそこの値段してしまうことに気づき、ちょっとないかなと思って。まあね、四方八方に多分コネクターつけて自由にこう組み合わせられるみたいな、それこそレゴみたいな感じのキーボードだと思うから、まあ、確かにそれは大変な感じはするかな。そうなんです。でもでき、技術的に多分できなくはないと思うんで、うん、今後出てきてもおかしくはなさそうだけど、まあ高そうなイメージだな。確かに。なんかこう部分的にはできるんじゃないかなって結構思うんですけどね。なんていうか例えばその、今のお話ってすごい本当にキーの配置を完全に自由にするっていう観点で言ったんですけど、うん、とはいえそのほとんどのキーは多分こう隣り合って並んでいるとは思うので、うんうんうん、まあ例えばこう3つ4つぐらいキーが並んでいるというパーツみたいなものを作って、なるほど、その間をまあ繋ぐとかにすれば、まあコネクタの数は一気に減るし。いやーどうだろう。いやなんだろう。エルゴノミス系のキーボードってさ、こう、平らな状態じゃなくてさ、なんていうか、ちょっとこう湾曲しているところにキーボード配置したりとかあるじゃん。あります、ね。それを考えると、やっぱりこう、連結しちゃってそこで固定されてると、ちょっと微妙なっていうのは出てきそうな気がするから、やるとしたらもう完全独立な気がするけどな。難しいけど。うん、価値があるのは多分完全独立の方な気はするかな。難しいですね。いやでも夢はあると思うし、需要もあると思うから、ワンチャンね、会社辞めて、ファウンディングでっていうのはあれだと思う、全然、アイディア的には。いや、でも、似たようなこと考えてる人きっといるんじゃないかなっていう気がしますよ、僕は。あんまり、対外的にそういう話を。アイディア的にはね、全然出てきそうだから、ね、あってもおかしくはないと思うから、早もん勝ちかなって気がするんで。なるほど。あんまこういうところでこう行ったからにはさっさとやらないといけないですね。そうですね。もしかしたら聞いている人がっつって、パパッとやっちゃう人もいるかもしれないし。個人的にはパパッとやってくれた方が嬉しい感は若干ありますけどね。なんというか、こう自分はあまりいい解決策思いつかなかったので。どうぞどうぞと。はい、使ってどうぞどうぞと。というかまあでもこんなこと言っといて、まあ最初にちょっといろいろ言ったのはその辺なんですけど、まああの、この、すでにそういうのあるよみたいな話だったらちょっと超恥ずかしい。あ、なるほどね。いや、僕も調べてないんで、完全に憶測で言ってるんで、もうあればあったで、全然それはいいかなと思うんで、うん。教えてほしいですね。でもなんか、なんだかんだで、じゃあそれがもし今あって、市場に出回ってるんだとしたら、そんなに話を聞かないってことは、そもそも実は需要がないっていう可能性もある。まあ、あるとは思いますね。流行ってないってことに、あるので、うん。まあ結構難しいなって思うのは、結局、まあ、その今言ったような形にすれば、かなりの部分、その、なんですか、あくまで基板を設計したり、ハンダ付けしたりとかっていう部分の知識を求めなくなるかもしれないですけど、うん、とはいえ、その、物理的な配置はその自分でカスタマイズしてくださいっていう感じだと、まあ、物理筐体を作るスキルはいるわけですね。うん、そうだね。まあ、物理筐体を作るスキルがあるような人は、そもそも別に1から10まで作れるような人が多いと思うので、なんというか、物理筐体は作れるけど、基板周りとかは見たくないとかっていう人ってそうそういないのかなって気がする。あれもできるイメージは確かにあるね。なるほど。まあ、個人的には正直エルゴノミクス系のキーボードはあんまり好きじゃなくて。あ、そうなんですね。もう Mac のマジックキーボード一択でいいかなと思っていて。なんだろう。マジか。昔、ハッピーハッキングキーボード、はいはい、静電キーボード、メカニカルキーボードを使ってて、まあ、なんだろう、押し心地みたいなのとか、まあ、いいなと思ってたんだけど、例えば、その、エルゴノミクスみたいな、エルゴドックス EG みたいな、こう離れてアイソレートしてるキーボードとかで、こう、はい、なんだろう、単純にここじゃなくて、こう横とかでこうキーをタイプする人とかもいると思うんだけど、まあ、別に横じゃなくていいし、なんか離れ、なんかやっぱ、なんだろう、もう多分今の仕事の習慣なんだけど、やり方の習慣なんだけど、キーボードってやっぱりこう体の正面にあって、こういう風な姿勢でタイプしてる体になっちゃってるから、
急にエルゴノミクス系のキーボードになっちゃうと、逆にこう、慣れるまでに時間かかりそうみたいな。まあ確かに、ある種のなんかこう、スポーツでいうとこのフォームみたいな、何かがあって、そのフォームになると、こう、集中するみたいなのは、多少あるのかもしれないです、うん、だから、なんだろう。まあ、いわゆるキーボードの一般系ってさ、もう本当にこういう形だと思ってて、うん、基本はもうそれを使い続けることが多分良くて、で、本当に年取ったりして体に支障をきたしたら、もう使わざるを得ない状況になったら使おうかなぐらいの、個人的には感じかなと思いますけどね。うんうん、まあ自分は、そうですね、さっき最初に話したみたいに、すごいエルゴノミクスでっていうところに強い気持ちがあるわけではないですけど、うん、けどやっぱ肩こりは結構ひどいので、ちょっとこう、なんですか、肩を開かせるみたいな言うじゃないですか、こう、スプリットしてるタイプのやつ、うんうん、ちょっとやってみたい感じはありますけど、ね、こう、猫背になりがちだから、それを手を開くと、こう胸を張って、肩が開くかな、ね、肩こりもしないし、姿勢も悪くならないと言うけどね。まあ結構エルゴノミクス、まあ、キーボードは、まだあんまりそんなに体感できてないんで、わからないですけど、うん、結構マウスを使ってた頃、まあ今は最近はトラックボールなんで関係ないんですけど、うん、マウス使った頃に、まあなんかちょっとエルゴノミクス系のマウスってあるじゃないですか、ちょっとこう、手の持つ角度ちょっと斜めになるやつ、はいはい。ああいうのとそうじゃないのを、こう、で結構差を感じたことがあって、というのも、なんか、若干僕が右手首の調子が良くないんですよ。一度自転車でこけて手をついてから。なんかあんまり酷使するとなんか痛むみたいな感じになっちゃっていて。で、そのエルゴノミクスのじゃないマウスを結構長い時間使うと手首痛くなるんですけど、エルゴノミクスみたいなやつ使うと全然痛くならないんで。それはもう完全に効果ある、ね。結構エルゴノミクスというものそのものは、まあ、効果があるんだなというのは思っていて。まあ、キーボードも同じかどうかはわからないですけど。いやいや、それはもう、要するに体を大事にしましょうってことですよ。まあ、そうですね。なんやかんやで体は資本みたいなのもありますから。本当、そうですよ。うん、このポッドキャスト出てるゲストの人は、みんな若いんで。そう、うん、なんで、まあ、ちゃんと全部聞いてないんで。多分、エルゴノミクス系はむしろ、まあ、多分この話でしたのは伊藤くんだけだから、なんとも言えないけど、そんな気にしなくていいんじゃないかなとは、うん、思ってて。まあ、もちろんそのね、ギーク的なのとか、うん、エンジニア的な理由で触ってみたいっていうのはもちろんあると思うんだけど、まあ、そもそもこういうのにまず頼らずに、まずは健康管理ちゃんとして、こういうのに頼らないような体作りをした方が、まあ、まずはいいかなと思うけどね。うん、まあまあまあ、そうですね、うん。肩こりもなんか結局、その、ずっとキーボード打ってるのが問題っていうよりは、運動不足が問題っていうのは、ちょっと若干あるような気が。本当そうだから。しているので。うん、なんかちょっと返す言葉がないですね。いやいやいや、これは自分にも向けてる言葉なんで、本当に。いや、本当運動僕もしなくなっちゃったんで、僕の場合、仕事をする上での、例えば手首の、ね、痛みとか、はい、指が痛いとかって今んとこないんで大丈夫なんですけど、それよりも、やっぱり、運動をしなさすぎて、少しこう歩いたりするだけで息切れしちゃうとか、うん、で、あとは、貧血も結構すごくて、低血圧で、ふらふらしちゃうんですよ、結構、うん。だから、あとは、まあ、今風邪ひいてるって言ったんだけど、風邪もちょっと引きやすくて、はい、そっちの方が、よろしくないので、うん、僕も運動をやめてからそうなったんで、運動は本当に、うん、もう別にエンジニアとかに限らずした方がいいなというのは、もう身に染みて感じますね。うん、そうですね。なんか、結構もともと運動してた人とかでも、結構運動のやっぱこう、ジャンル的に、こう、なんですかね、球技とかだと、こう、続けようと思うと、一人でできないじゃないですか。結構、なんか相手がいるような場所見繕ってやらないといけないみたいなのあったりして、結構それも障壁かなって個人的にちょっと思う、ね。人がいない問題は、まあ、言い訳に聞こえなくはないけど、まあ、あるとは思う。でも、うん、あるとは思う。うん、まあ、ちゃんと調べてやれば、そういうなんか、こう、似たような思いを持った人がこう集まってやる場があったりとかするとは思うんで、あ、ね、うん、まあ、それこそだからまあ、言い訳だと言われるとそうなのかもしれないですけど、うん、まあ、ただこう、一人で完結するやつに比べるとちょっと、抵抗があるのは、やっぱ、あるかなっていう気がします。まあ、みんなでやった方がさ、
まあ理由付けとしてもいいもんね。まあそうですね。うん。なんかこう、ね、定期的にやるようにもなる気がするしね。一、うん、人だと、サボっちゃうもんね。そうですね。うん、他の人がいればさ、行かざるを得ない状況になるわけだからさ、あ、じゃあ行こうみたいな感じになって、ね、行って運動するわけだから。まあそれは理由付けとしても確かにいいからね。うん。一人でやるよりかは、複数人でやった方がいいと思うんで。はい。ちなみにスポーツは何やってたんですか？僕は、中高、バドミントンをやっていましたね。バドミントン楽しいよね。楽しいですね。あの、僕も、部活はやってなかったんですけど、はい、はい。あの、結構好きで、あ、そうなんですね。あの、体育館借りてやりに行ってましたよ。あ、はい。なかなか、結構バドミントンってまあ、その体育館じゃないといけないし、うん、まあ、道具もいるしで、割となんかこう、まあ、とっつきにくが言い過ぎなんですけど、若干準備がいる系のスポーツなんで、あの、なんていうかこう、意外な感じがしますね。そのなんか、ちょっと、なんですかね、かじる系の人があんまりいないような気が。ああ、まあ、理由としては、あの、嫁さんがバドミントンやってたんですよ。あ、そうなんですね。で、道具意識持ってたんで、あと場所借りればできるっていうので、はいはい、それでやってたんですよ。なるほど。でもあれは、あの、一人でもできるし、ダブルスでもできるんで、まあ、いいなと思いましたよ。うん、その、運動量もすごい多いし。うん。うん、まあ、逆にあんまり書いてこう、自分が、まあ、このまま運動せずにとか、運動し続けても大丈夫かは知らないですけど、こう、あんま年を取りすぎると、きっと多分、膝とか腰とかを痛めて、そもそもああいう激しい系のことはできなくなるんじゃないかっていう心配があるので、やるなら今のうちかなっていう気持ちは若干あります。うん。いや、その通りだと思いますね。多分、自分も始めて、多分今、全然やってない状態でいきなりバドミントンとかやったら、もう昔の感覚で体を動かそうとしたら怪我しちゃうから、そうですね。本当に初めは、本当にあの、こう、ポンポンってトスするだけとか。はいはい。あとはこう、スマッシュの練習だけするとか。まあそうですね。実際試合形式やったら。基礎打ちって呼んでる、なんか、ウォーミングアップみたいなやつをちょっとやるぐらいになるかもしれない。ああいうので十分かなと思いますね。それだけで普通に息上がって満足しそうですもんね。やっても。いやでも、本当まあ、自分もまだそんなに年寄りじゃないと思ってるんで、あんまね、年寄りだって言えないんですけど、この間僕野球やってて、はい、あの、野球行ったんですけど、その友達と一緒に試合に出てて、ポーンって打って、ツーベースだって言って二塁走ってったら、一塁ベース回ったとこで転んじゃって、痛いってしてて、なんだろう、まあ、よくあるのはこう滑って、はいはい、こうなんか普通に単純にこけて、グラウンドが濡れてたりこけて、あ、こけただけかなと思ったら、全然立ち上がらなくて、ちょっとタイムかけて、なんだって言ったら、アキレス腱切れちゃって。マジですか。でもそれは本当にガチのやつで、もうすぐ試合終わって入院して、手術して、全治6ヶ月はい。って言われて、はいはい、いや、怖えなと思って。めっちゃ怖いですね。だからやっぱり自分が思っている以上に体が衰えてて、で、頭は動くと思ってるから、フル回転しちゃって、多分もう行っちゃったんだと思うんだけど、うん、いや、これ本当明日は我が身だなと思って。怖いですね。いや、日頃からやってれば多分そうならなかったんだけどね、うん。急に動いちゃったから。久々ってのは一番怖いですね。怖いね。体をこう動かしたい気持ちはあるからさ。テンションは高いんだけど、体ついてこないからさ。いや、それで怪我しちゃって、かわいそうだなと思ってたけど。でも、ちょっと、悲しいのが、こう、まあ自分も、今も27ぐらいになってきて、うん、そういう、なんですかね、体がついてこなくて、みたいな、こう話題に、そうだよな、みたいな感じで聞く立場になったんだなってのは、ちょっと、うん、結構若い頃、本当に学生ぐらいの頃とかって、そういう話をなんかこう、聞くことがあっても、ああ、そうなんだみたいな。いや、ほんとわかる。そういう感じだったんですけど、今、そういう、そっち側ですからね、もうちょっと。いや、辛いですね。実際の年齢からすると、多分全然そういう年齢じゃないんだけど、業種も重なっちゃうと、まあ確かに。結構この業種、運動不足になりがち、うん、あの、ずっと座ってるじゃん、ね、仕事中。歩きすらしないですかね。それが重なっちゃって、で本当に意識的に動かないと全く動かない日がね、うん、出てきちゃうわけだからより気をつけなきゃいけない業種だとは確かに思うんで、そうですね、気をつけたいんですけどね。まあ、いやだからこそ
エルゴノミクスに頼るのはまだ早いんですよ。なるほど。エルゴノミクスで甘やかされて、まだ大丈夫とかってやってると、取り返しのつかない衰えを。むしろ、もう、キーボードなんて、もっとこう、昔の厳しいようなキーボードを使ったりとか、しないとダメですよ。そんな、甘っちゃ悪いことなんて言ってたら。うん、じゃあ、キーが重たいみたいな。キーが重たいですね。きついやつ使ってもらって。そうっすよ。そうですね。運動、まあ、何の話、あ、自作キーボードの話か。運動の話になったんだけど。なんかもっとね、その、まあ、例えばスタンディングとかさ。はいはい。うん、まあ気休めにしか多分ならないと思うんだけど、スタンディングデスクとか、あとはルームランナーとかね。うん。うん、バランスボールとか、うん、なんか多少置いとくだけでも違うかなっていう印象はあるんだけどね。まあでもこっちのオフィス来て一応スタンディングのできる高さのデスクが、あるの？ありますよ、あれ。あ、そうなんだ。ああ。あるじゃないですか。まあ、一応スタンド。この辺にあ、それは自責がなる？あ、自責じゃないです。別の場所にはなりますけど。あ、別の場所にあるんだ。あれ？ん？なんか普通にその辺に吉永さんいたような気もしなくもなかったですけど、いませんでしたっけ？あ、本当？あ、普通に。ロッカーじゃなくて？ロッカーではないですね。なんか。あったか。やってた？ 3つぐらいこう、ポッポッポって並んでるテーブルで、昇降式のやつがある。椅子がないから、立ってやってたやつかもしれない。確かにあれ高かったか。あれか。まあ、なんかでも結構。あれはスタンディング用のデスクなんだ。まあ一応昇降するので、そういう用途なのかなと思ってるんですけど。まあ世間一般でよくスタンディングで基準にされる高さぐらいな気はしますね、あれは。ただなんか。立ってできたから。そうですね。そんな感じなのかな。ただ結構、あれですね、なんか割と、まあ、こう弊社移転する前の、あの、オフィス、にいたときは、そういうスタンディング用のがなかった代わりに、なんかロッカーの部分がなんか割と、やってた。高さ的になんかスタンディングデスクの代わりになるみたいな感じで、なんか、まあ僕も割とそういうことしてましたけど、一部の人はそこでこうスタンディングワークみたいなことをしていて、その高さになんかちょっと最適化されてしまったせいで、逆にそっちの今言ってる方のデスクが若干気持ち低いっていう人は結構いるんですよ。なるほどね。なるほど。いやでも、うん。正直、スタンディングデスクは、科学的に確か、そんなに効果がない。そうなんですね。うん。健康のためには全くならない。そうなんですか。うん。から、運動しなさいって。結局は、そうなんです、うん。言ってた気がします。はい。自分はあんまり、スタンディング、運動のつもりでやることはないですね。うん、気分転換というか、まあ。うん、気分転換だと思う、あれは。眠い時とかにやる感じ。そうそうそう。うん、あ、そうなんだ。じゃあ、俺が使ってて、席にいないから、とか、その辺フロフロしてるから。なんかたまたま使ったのか。そうですね。結構吉永さん、どこにいらっしゃるかよくわかんないみたいなこと多いですね。うん、もう、すごい。どこにもいないっす。なるべく一人会わないようにしてるんで。そうなんですか。うん。いやまあ。あってもなんもないっすからね。スラックでいいじゃんと思っちゃうんで。うん、そうですね。仮想の存在になりそうですね。うん。いや、もう、バーチャルエンプロイーでいいですよ、僕は。バーチャル出社する感じで。バーチャル出社で大丈夫です。はい。バーチャル出社でも普通にありなんじゃないかなちょっと思っちゃいますけど、ね。なんか、また全然話変わるんだけど、名前忘れちゃったなんだっけな。iPad に顔をこう、はい、自分の顔を投影して、電動スクーターじゃなくて、なんつうんだろう、あれ。はい、なんつうんだ。二輪のこう、車みたいなの。に、iPad つけて、そうそうそう、iPad つけて、本当にこう、人の顔がこう動いてるみたいな。はいはい、で、iPad で FaceTime とか使うとこう話できるじゃん。それでこう自動でリモートでそれ動かして、その人の席のところに行って話すみたいな。名前忘れたけどなんだっけな。ああ、なるほど。バーチャルを、こう逆に現実の方に持ってくるために。なんかそのオフィスにいる感じを出すのは、意外と仕事を集中する上ではいい。っていうのがあって、要するにまあ、オフィスってさ、一応こう仕事をする空間として作られてるからさ、そうですね。その、もう要するに自分を、なんだ、邪魔する、誘惑するものはないわけじゃん。例えばゲームとかさ。そうですね。まあ、ただ人はいっぱいいるから、それ自体が邪魔なんだけど、まあそれ以外としては、そういう、要するに家にあるものはないから、環境としては集中せざるを得ないっていう環境があって、
そこにいる環境はいいと。うん、でも、別に会社に行くのはめんどくさいから家にいるみたいなので、うん、そのカメラで会社の風景だけこう、はいはい、出して、雰囲気だけ作るみたいなので、そういうのやってる。うん、まあ、多分ネタだけどね。まあまあまあ。99% ネタだけど。まあでも、確かに言ってることはわかる感じがしますね。うん、っていうのをやってる、それは海外の会社だったんですけど、ありましたね。うん。名前しちゃったけど。まあ、普通に怖い感じはしますけど、そんなセグウェイに乗ったら。で、それ、なんかちょっと前のエピソードでも話かもしれないけど、それでこう、実際に出社してる人もいて、はい、でも出社してない人はそれを使ってて、なんかいたずらで、その iPad のカメラの部分をこうやって手で塞いで、なんか急に真っ暗になるみたいなのをやったりとかっていう話を聞きましたね。いや。はい。いやいや、うちは全然そんなとこにもたどり着く感じじゃないんで。まあ、それはたどり着きたい世界かどうかちょっとわからないですけど、うん。ね、まあでも最近はなんかね、やってる人多いって言うからね。まあ、リモートワークとか。そうそうそう。うん、そうですね。全然いいと思うんで。まあ僕も何やかに週1、週2ぐらいでは、ちょこちょこリモートワークしていて。うん、ね、いいと思います。まあでも、そういう意味では結構、さっきのその、なんですかね、誘惑するものがあってどうのこうのって話は、まあ確かにそうだなっていう感じは、ありますね、うん。家で作業しているとき、まあちょっとリモートの話になるけど、その辺はどうしてます？まあ、別になんか特にすごい、うん、例えば作業環境を明確に隔離しようとかってことは特にしていなくて、うん、まあ、基本的には今は自分の意志の力に頼ってはいて、まあ、無視するようにして。まあそうですね。まあ別にそこまでいくらなんでもその業務時間中にガン無視して、その仕事をしなければならないのに他のことをするみたいなことはあまりしないので、うん、あまり、あまりというのは洗濯機回したりぐらいはちょっとしたりしますけど。うん、なるほどね。まあ、そういう感じなので、うん、そんなには、うん、大丈夫なんですけど、とはいえなんていうかこう、あれなのは、その、こう、ムラがあるなと思っていて、うん、その、さっき言ったその人が邪魔になるっていう話じゃないですけど、まあその集中できるときは、やっぱ出社してるときよりも全然集中できるんで、いいんですけど、うん、逆にやっぱ、こう、モチベーションってムラがあるので、うん、その自分がなかなかこう仕事に集中できないときってどうしてもあるじゃないですか。うん、そういうときにリモートワークしちゃうと結構、そのひどい感じがしますね。普段のその集中できないときの作業効率よりさらに悪い感じが若干あるので、こう難しいのもあるけど、まあ、ガッとスイッチが入れられる時間が、個人的には1日の中で3時間ぐらいあれば、正直、十分。なるほど。1日でやる分としては十分かなと思うんで、あとはまあ、雑務的なのも多いし、正直、うちの場合だと子供の面倒を見ながらとかもあるんで、はい、まあ、それぐらいで済む仕事ってあるんで、まあ、そういうのはもう、うん、あの、正直、仕事半分、プライベート半分みたいな感覚で全然やっちゃってるけど。むしろ、それでちょっと、その話にしたのは、自分の場合どうしても集中したい時に部屋がなくて、リビングで今みんな過ごしてるんですけど、まあ、部屋は別にあって、ちょっとどうしても子供がいろいろと動くようになっちゃったせいで、邪魔されちゃうんですよ、やっぱり。あうん、でも自分は集中したいから、イヤホンつけてこうやってるんですけど、やっぱどうしても子供が来て、まあ、わかんないですか、机の下に来て、コンセント抜いちゃったりとか、どうしてもしちゃうんで、もう仕方なしに、本当にちっちゃい書斎を作って、はいはい、完全シャットアウトできる環境を作って、やるようにしてます、もうそれは。うん。もうちょっとそこは仕方なしって感じですけどね。さすがにちょっと、コンセント引っ込む、電源抜かれるぐらいの、ちょっとさすがに。ちょっと困っちゃうんで、そういう環境は作りましたね。ああうん、でもすごいですね。なんか、まあ、簡易的ってことなんか、ついたてとかそういうのをうまく使ってみたいな感じ。うん、まあ、ついたてというか部屋の、一応なんか部屋が、そのリビングの他にもう一個だけあって、そうなんですね。うん。で、そっちの空間は、基本的に寝るときしか使ってないから、そこの隅っこの方に、ちょっとだけこうちっちゃい空間作って、そこでやるって感じ、うん。で、そっちの部屋は一応こう子供が来れないようにできるんで。なるほど。で、敷き立ててやって、で、そっちでやるっていうふうにしてますね。うん、結構、確かに大変そうですね。うん、そういう意味では。まあ、リモートワークの一番の理由って、まあいろいろあると思うんだけど、リモートワークのそのメリットって、うん、まあメリットの一つに仕事効率化みたいな話があって、要するにね、自分が集中できる環境でやった方が、周りに阻害するものがないですよっていうのが一つあって、で、今の状況だと阻害するものしかなくて、
どうしても仕事できないから、もうそれでも仕方なしに作ったって感じ。なるほど。かな、自分の場合は。でもあれですよね、個人的にはこう、まあ自分はそんなすごいめっちゃリモートワーク推進派というか、すごいリモートワークをもっとやるべきだっていうのをすごい言う、求心派ではないんですけど、うん、まあでもなんかこう、よくこう、リモートワークのメリットが、みたいな話をこう聞くたびに、こうなんか、どっちかというと、リモートワークのメリットを運営するよりは、出社するメリットってなんだろうっていう方を普通に議論した方がいいんじゃないかなっていうのを結構よく思うんですよ、ね。それはあるあるかな。なぜこう、出てくることが、まあまあ、今はそっちがデフォなので、まあ仕方ないといえば仕方ないんですけど、ゼロベースで考えると、人が集まらなきゃいけないのって別に理由がなければ集まらなくていい方が自然な気もするので、結構その辺はちょっと、リモートワークのメリットみたいな話を、になると結構思いますね。両面で考えた方が、それは絶対いいね。まあ、リモートの話はいいっすよ。まあ、多分散々してる。いや、そんなしてない。そうですか。あんまりちゃんと、ごめんなさい。全部聞いてるわけじゃない。いや、今回の回は、相当真面目な感じの回でしたよ。そうなん。話の内容的に、まあうん。結構雑談系も割とあるとは伺ってはいるんですが。うん。終始雑談しかしてない時とかあるからね。全然今日の回は、すごい真面目でかつテックな話も入ってきてたんで。そうですね。いや、はい、結構自分最初こう、どういう話が自分できるかみたいなのをちょっと、お伝えした時とかに、ちょっとテック系のばっか言っちゃったんで、逆にちょっと心配してましたね。なんか雑談的なのに言った方が良かったかな。ああ、そういうこと？いや、まあ、どっちでもいい。うん、そんなにテーマは固く設けてないから、大丈夫っすよ、まあ。はい。まあ。もう1時間半以上話してるんで、なんか、お会いしましょう。巻きでとか言ってた。いや、僕も意外と話し始めたらそんなに喉の調子がダメにならなかったんで、続けられましたんで、はい、大丈夫です。エピソード11なんで、100回までやる予定なんで、あ、なるほど。また呼ばせていただきますんで。わかりました。はい。なんか、まあ、明確なローテーションがあるかはわからないですけど、なんか、若干こう、二度目になるのか。二度目とかって。まあ、まあ。樋口さんとかはもう、二回目とかありなんで。そうなんですよ、はい。こう、そういう、あれの、なんか、なんですかね。ローテーションのストックみたいな感じに。でもそれでも、いいですよ、全然。はい。もしくは、他の人を紹介してもらってもいい。紹介制にしたらいいんじゃないですか。いいと思うみたいな。そうなんだよね。それでもいいんだけど、まあそれでもいいかなと思ってる、正直。なかなかゲストの人ブッキングするの、これ毎回言ってる気がするけど、まあ、大変なんですよね。まあまあ、まあ、その辺は、また、別途。頑張りますね。僕がもう頑張んなきゃそこはいけないとこなんで、はい。じゃあ、他、ないっすか？いや、大丈夫です。大丈夫ですか？じゃあ、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。